い、こんにちは、武田クリーニングです、本日ご紹介のアイテムはソファーカバーです、6枚セットでお預かりしております。だいぶ色が変わってるところありますね。もともとこう裏の綺麗なグレーなのがですね、若干こうベージュのようなね、色に変わっちゃってます。汚れももちろんあるでしょうし、あとは色あせですね、色あせで、変態色してしまってる日焼けとか、あとはファンヒーターエアコンから出るガスとかね、そういったものによって、お色が変色してしまっている地色そのものの色の段差もあれば、あとはこう擦れることによってね、生地の質感に段差ができて生地が贅化して薄くなってね、それでできた色の段差なんていう風なのもあるんじゃないかなという風に思っています。飲み物をこぼして味見になっているとか、何かこう油染みのような濡れて濃い色になっているとか、そういったものないですね。それから子供さん関係の例えばクレヨンとかペンとか、そういう筆記用具によるそのシミみたいなのも全くないですね。この辺のお色ってもう完全にベージュに近いグレーベージュみたいな、でもこっちはねちゃんとしたグレーなんですね。だからこう当たってるところと、日に当たってたところと当たってないところにすごく色の差があるというような状態なんですよ。もともと地色そのものが変色してしまっているものに関してはもう修正のしようがないので、汚れだけ外部要因でできた汚れだけきれいにしたいと思うんですが、今はもう汚れがたくさんついていて隠蔽というかマスキングされていてね、地色の正確な状態がもしかしたら把握できてないのかもしれないんですが、まあお預かりの状態で、これだけね、これだけ色の段差があるというようなことですね。そうだね、その筆記用具であったり飲食に伴うものであったり、そういったシミって本当ないな、ない、小さい子供さんもしくは、ご高齢の方なんかがね、使ってないんじゃないかなというふうな感じしてて、お預かりして見ております。あとね、ペットもいないんじゃないかなと思いますね。匂いもしないですしね、ブランドは、アイラーセンです。7、8年使ってるんだというふうなことでね、そろそろカバーは買い替えようかぐらいの感じで、いらっしゃるそうなんですが、でも、もうちょっと使いたいなと、クリーニングで綺麗になるんであればね、もちろん新しいもののカバーを買うよりはお安いですしね、ソファーメーカーによってはやっぱりカバーを交換できるものってたくさんありますね。ただそのカバーの素材とか、によっては値段にすごい差があるんですよね。一番お安いもので 何円からみたいにこうなってるんだと思うんですが、まあそのソファーの大きさであったりね、形状であったりによっても差があるでしょうけど、まあお高いですよ、お高いです。なので、もうちょっとね綺麗にして使いたいなというような感じです。すごい色の差ですよ、ほらこの色とこの色、本当はね均一な色だったはずですよ。そうでしょ、これ汚れなのかな、もちろん汚れもついてるとは思うんですけどね、多分、隠れてる部分、普段触れない部分こっちですね、そして触れてる部分、日に当たる部分こっちですね。はい、それではやってみたいと思います。あ、素材どっかに書いてあったかな、タグはね多分ついてなくて、でお客様がホームページかなんかを見て教えてくれたんだと思うんですが、何かと何かのコンボ素材だったと思います。じゃあこれアフターの動画でね、素材は何でしたっていうふうにお伝え、いやダメだな、忘れちゃう、今見てくる。はい、こちらね、素材がですね、コットン 73%、 ビスコース 27% っていうような素材でございます。ソファーカバーの素材ですから、こう耐久性のねいいものを使うというふうなことだと思うんですけどね、まあ一番の心配は縮みです。なんといっても縮みです。いろんなソファーカバー洗ってますが、
ほぼ例外なく縮みは出てます。それをね一生懸命伸ばすわけなんですが、完全に一生懸命伸ばしたとしてもねシワシワになるので、それをシワを伸ばすと同時にサイズも大きくしたいなと思って伸ばすんですが、それでもやっぱりビフォーアフターの比較で言うと縮んでるものがあると思います。なんとかね四苦八苦しながらでもセットできればねまだ使えるというふうな感じなんですが、本当にセットもできないぐらい縮んでしまうともう使えなくなっちゃいますもんね。それからやっぱり心配なのはお色ですね。お色の変化、今回作業するというのはですね、状態を保つというようなことをフォーカスするんじゃなくて綺麗にするっていうふうなことをフォーカスして洗浄力を重視した作業をしますので、洗濯表示ついてないですけど、一般的には石油系の有機溶剤を使ったドライクリーニングというのがですね、状態を保つ優しくデリケートなメンテナンスだと思うんですが、今回はドライ&ウェットを何回か繰り返してみたいと思います。こちらソファーカバー仕上がりでございます。若干毛足があるので、その光沢のグロスのね、段差というのは当然あるっちゃあるんですが、非常に綺麗にすることができました、かなり洗浄力の高い作業をさせていただいたので、綺麗になって当然といえば当然なんですがね、それでもやっぱりそのお色本当に綺麗になったと思いますよ。ちょっとね一枚一枚お見せしたいなというふうに思うんですが、もともとねこっち側のお色とお色の段差がこうできていたんですけど、もちろんその変態色による色の段差っていうのは残ってるんですが、でも汚れによる色の段差っていうのは完全に取れたと思いますね。はい、当店でお預かりするソファーカバーアイラー線すごく多いので、アイラー線をお使いの方、自分のも綺麗にしたいなと思ってる方が多いんじゃないかなと思いますね。この色とこの色がねだいぶ違っていたんですけども、だいぶ色の段差減ったんですよ。減ったというのはやっぱり汚れによる色の段差と色あせによる色の段差両方あって、で汚れでこうマスキングされていたので余計色の段差がね、大きかったんですが、それがね減って、こんだけ色の段差が減ったと思いますね。どれもこれも同じようにいい感じになっております。こっちもね、そうですね、はい、これで最後です。いいですね。はい、若干窮屈になったと思います。ちょっと縮んだと思います。でも一生懸命ね伸ばして伸ばして工夫して伸ばしてというふうなことをね繰り返しましたので、シワシワな状態、縮みっぱなしの状態ではなくてね、当店でできる修正というのはさせていただいたので、あとはギュッとちょっと引っ張りながらね、はめていただきたいなというふうに思います。ご利用ありがとうございます。それではまた次のシミ抜きの動画でお会いしましょう。武田クリーニングでした。ありがとうございます。